やつインサイドストーリー2。当番組ではパチンコパチスロの海物語シリーズをとことん実践してゆずコインを貯めていくことを目的としています。ゆずコインとは実践結果の出玉1玉が1ゆずコインに相当します。また動画再生数1再生に対して1ゆずコインが貯まります。獲得したゆずコインに応じてプレゼント企画を行います。朝の調子は何だったんだっていうぐらい、まあ確率は収束するものですから。やばいです、完全に確率の向こう側へ行き始めた。ああ、打ち上げチャレンジ。もうこれは当たる、これは当たるんだが、空当たるわな。いや、ほんとよ。いやでも続けてますね。確変です。素晴らしいね。素晴らしい。正気で5000いきました。素晴らしい。イエー。トータル投資が15本いきそうです。なるほど。おかしいな、マジで前半は30分だけだったの、俺の調子。やてさん今日当てたんだっけ使わないか。おい、シャープ0を見たら当たってる。シャープゼロ。エピソードゼロ。なんでだよ。俺だって頑張って生きてんのによ。おー、ナイスやぶん。え、そういう感じ？こういうやつは当たるやつ。39回。うまい、さっき上がってこんにゃら。お願いしますよ。いいじゃないですか、そろそろ当たりをくださいよ。もういいよ。チャンス引き戻すか。お、マジ引き戻せるかな。今からね。今からよ。頑張って。集中。76。777。折り返してました。あ、僕も折り返してます。何から780。え、どこ？え？え、当たるんだけど。53回当たりました。8。絶対おかしいやん、確率。ごめんね。319だよね。ジャパン得意なの。お。雨降りました。雨が降ってます。大雨です。リーチです。9です。外れます。800いくじゃん。800回転達成です。うめえよ。超えました。おかしくない。いや、ショールームで当てたいよ、私は。いや、俺は今当てた。ショールームでの仕事が一番大変だったりするのにさ。花火あるんだけど落ちたらいやさすがにないか。ない悔しい。30回転だ。おいやばいぞ、1000回転が見えてきた。もう間に合わなく20本使い切ります。気づいたら私2本で済んでるけど、あなたの10倍20本使っていただきます。わあわあわあショールーム出るかこれで。いやもうショールームから出るなよほんと。あシグマメンウリンちゃん今日1回外してるよね。言うなよ、忘れてたのに。リベンジしてなんで言うんだよ。当たらない気がしてきたじゃないか。いや当たるって、大丈夫だった幸田さんなら。はいタッチ。あ当たっちゃった。当たっちゃったっておかしいやろ、表現が。表現がおかしいやろ。当たっちゃった、全然止まらない。うわードン引きだわ。1万発いこう。寿だわ。なんなのあの人、ショールームじゃ当てないくせに。確変だ。なんなのあの人、ショールームじゃ静かなくせに。おかしいやろが。確変だ。なんで外に出た瞬間そうってさ。おかしくない？ 3 枚目だよこっちは。なんなんだろうな本当に。いやほんとこれ見てる人も多分もうこれはね SSS の摩訶不思議ですよ。摩訶七不思議ではないんだ。摩訶不思議。7個ないから不思議は。もう一つしかないからこの。摩訶不思議。摩訶不思議ですよ本当に。マジで。1万発。おめでとうございます。ありがとうございます。こちらもマントマンを超えました。やだー待ってー。1ゲーム1回転目なんだけど、1回転目で6。めっちゃ出してるやん。はいありがとうね、いつも俺の分まで。だけど俺が一番嫌だから。なんなの本当に分からん。こっちで頑張れよ。今時短時短。あの人でも当てるもんなまた。絶対内部的にっていう可能性もなきにしも。いやあの人はそういう人なんだよ。おはまりーおはまりーおはまりー。あっセコハラビきた。えこれはいけるんじゃないの？マジか。当たる？うん。いいよいいよ。いやそれ赤保留だし。それ本当時短なの？え？もはやその疑いすら持ってくる。全部確変なんじゃないの？外した？いや。まだ？まだわかんない。落ちて。線香花火があ落ちた。ありがとうございます。しかも9だ。マジかー。ありがとうございます。終わらない。何回すんのミッションできないやん。まあだから早く始めてって言ったのに。ミッションできないですよ。ミッションなしパターンじゃないって。いやもう始めよう早く。もう始めよう。聞かして。ね早く。いやいやいや。1万2000か3000ぐらいくんだろう。持ち玉で1万3000ある。まいったな。やりすぎちゃった。やりすぎだよ。半分ぐらい僕にくれよ。無理だ俺なんて男は。無理だ俺なんて人間には何の価値もないんだ。オールイン出た瞬間こんだけはめるやつに生きてる価値なんてない。僕はこのまま買いになりたい。ハマグリとかないのかな。ハマグリズガーラと買い物語。買い物語出そうよ。買い物語。アサリ、ハマグリ、シジミ。いいね。何？サザエ。いいよ。赤貝？あ、赤貝もいいね。鳥貝？いいねいいね。ルーム貝とかね。ムール貝でしょ。ムール貝だった。部屋出てきた。部屋の貝が出てきた。ムール貝、あと2個。あと何があるかな。貝。サザエ言った？言った。ホタテ？あ、ホタテいいね。ホタテ。あ、でもホタテっぽいやつは中にあるしな。なんだろう、つぼ貝ミル貝。ああ、ミル貝いいね。これ6だよ。いいね、買い物語できましたこれで本当にできたら怖いよね。ないでしょ、番外編。早く当ててほしいぜ。もう当たらないと思う俺今日、もはや1回もそんな気がしてきた。こちらまで15000突破しました。なんでそんな出すかなうわえ、心の声出てるよ。え、聞こえてるよ。そうだ、喋ってない。そうなんなんあいつなんなんあいつ聞こえてるけど大丈夫かな。超飛んできなんですよあいつなんで一応先輩なんでな、あいつマジですごいんですけど、マジで引くんですけど、いやいや、ジャパン面白いな、やっぱジャパン好き。あ、再始動したし、うわあ終わんないわ。20回、あ、終わんないです。うわー終わんないまた当ててるよあの人。終わんない時短、終わんないやん。終わんないとカーニバルです。誰が終わんないとカーニバルやね終わんないとカーニバルです、ほんとに。だって終わんないとカーニバル終わってくれ。終わんないとカーニバルです。そのカーニバル終わらせてくれもう。割れると見せかけてるあれやるよね。数字変えたらちょっと元気になるやつ。もう無理。1000回転いきます。ああ、本当に向こう側行ってる人がいる。もう帰ってこないかもしれないから見納めだよ。1000回だったお笑いしか出ない何その1000回前にちょっと期待させて。999で当たらないね。オーマイガー。こちら現場の宿でございます。はい、何でしょう。コード様、はい、見事4桁達成でございます。おめでとうございます。二度と連絡してこないでください。ここで回線を終わりにしたいと思います。はい、お疲れ様でした。今まで本当にありがとう。どこまでハマるの。私結構言霊強いから言わないようにしとく。当たるよ。また6。え、6好きやね。ああ、打ち上げはじゃれて。よく好きやねー、ほんとに。あ、いいよこれは当たったよ。さすがに確変だし、マジでボタン押して花火が咲けばラッキー。何回当てるんだあの人。パヒーン、終わらないですめっちゃ笑うとる。いや、グーってされたから、ボスにグーってされたから。笑うとるぞー。ディレクターから聞きの自粛期間はもう終わりましたけどいいんですか、引き解禁してもらって。いやもうマジでもう俺の引きが緊急事態宣言本当にマジでやばい。いや本当にやばいです、ね、引き神様や引き神様。まああがめたまえ。ああじゃあ次のショールームワンがもっと頑張ってくれたまえ。あおおおお。いや言ったけど私がショールームで見せるようになったらマジでヤドゥさんいらなくなっちゃうけど大丈夫。まあもうすでに今いらない説がありそうだから結局ヤドゥいらなくねみたいな。いやいやいやそんなことないよ。なんでだろう、下手なんだよな、不器用なんだよな。いやいやそういう問題じゃない。なんなんだろうな、ちゃんとできないな。そういう問題じゃない。8 And the fish あわー待って、エンジェルフィッシュ当たるのかな。当たったー !12 回当たっちゃった。いや、いいやんいいやん。2万超えました。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ここからもう爆発中です。久々だ。久々見た。12回連続大当たりです。なんで？なんなの？マジで。収録中にペンでございます。幸田さんの様子を。あと60回だから待っといて。終わるました。お疲れ様でした。それではここでゆずコインミッションの時間でございます。もう大丈夫だと思います。僕も大丈夫だと思うけど、はあ、それだけ的にはバッチリだと思うんだが、もう僕の心が持たないなるほどな、まあ、ということで、久々のゆずコインミッションでございます、はい。今回はですね、カードを引いてもらって、そのカードに書いてあるミッションに挑戦していただき、1人クリアしたら最終の合計収支を2倍に、2人、弱2人ともクリアしたら3倍になります。逆に1人もクリアできなかった場合はマイナス2倍になってしまいますので、ここからラストスパートで頑張っていただければなと思います、はい。まあそうですね、だからもうほぼほぼクリアするのは幸田さんしかいないって今日の引きで言うとなるほどね、任せて、うん、ならまあマイナス2倍だけ避けるために幸田さんが頑張っていただければ幸いでございます。任せて、うん、ということで、はい、このカードはですね、1人ずつちょっと引く形になりますので、はい、じゃあどっちからいきましょうか。私からいく。あ、じゃあ幸田さんからディレクターさんのとこに引いてください。引いてきます。私だけでもクリアしておかないとマイナスになってまう。幸田さん、リーチ連続予告、大チャンス、大チャンス、当たる、幸田さん当たる、当たるよ。はい、今月の実践が終了でございます、はい、結果発表の前に久々の実践いかがでしたか。パチンコ打ってみて聞きますか。